とうございます。今日はね、あたごさんから、あたごさんの一つ奥にある地蔵山まで行こうと思います。今日はトレーニングプランです。本来でしたらね、今は紅葉始まりの綺麗な季節なんですけども、ちょっと今年は紅葉にムラがあるようです。はい、それではね、スタートでーす。10分の1ですね。10分の1で、はい、10分の1登ったところで、もう早々に暑くて汗かき出したので上着脱いで帽子も耳当てを上に戻しました。冬用の帽子はちょっと早かったかなという気もせんでもないんですけど、まあ上行ったらね、また気温も下がってるでしょうし、それで今日は冬の帽子にしました。池内権現跡、火の神様ですね。今ね、40分の34の札ぐらいのところまで、来たんですけど、ちょっと休憩ですね。ちょっと私にしてはペースが早すぎるので、ちょっと一回休憩して、整えようと思います。おやつが、今日のおやつはどら焼き、今日のおやつか、いつもどら焼きですけど、どら焼きと、味の素ゼリーガッツですね。ガッツの今日はリンゴ味、ビッグ 250g です。
うございます。今ね、愛宕さん、愛宕神社参拝して、ちょっと休憩して服着替えて、これから三角点の方行くんですけど、もう今日三角点はちょっとパスしてね、そのまま地蔵岳の方で、向かうと思います。はい。朝は雲がね、雲霧が結構かかってるんですけど、だいぶ、晴れ上がってきました。はい。ここはね、向こう行くと三角点なんですけど、愛宕さんの、もう今日はちょっと寄らないんで、先に地蔵山の方向かうんで、今日は行きませんけども、まあ、この辺に正月に行った時の三角点載せておきます。はい、それで堪忍しておいてください。愛宕さんのスキー場跡から地蔵山向かう道中なんですけど、ずっとこういう迷いそうな森の中をこんな感じの登山道が続いてます。これが愛宕さんですね。反射鏡、これが地蔵山の目印ですね。反射鏡の向こう側、あの丘が地蔵山ですね。地蔵山到着です。ふう、遠かった。はい、三角点タッチ。はい、地蔵山山頂です。はい、947メートル。今日はね、私にしては結構なロングトレイルなので、帰り道をどうしようか考えたんですけど、今日は素直に表参道をそのままピストンに行くので、それで帰ろうと思います。はい、はい、それではね、愛宕さんと地蔵山と、無事下山してきました。今日はね、出足から終始いいペースで、歩けていましたので、まあ、最後までそのペースで下山できるかなと思ったんですけど、やっぱりそれは甘かったです。はい、もうちょっとね、下り、最後の下り3分の1ぐらいはちょっと足がヘロヘロになってました。はい、はい、
それではね、今回の動画はこれでおしまいです。今回もご視聴ありがとうございました。